はい、ではそろそろワンバトやりますんで、エントリーまだの方はそろそろお願いします。
はい、じゃあエントリーお願いしますね。そろそろやります。ああ、はい、安定のヒデマイクです。こんばんは。さあ、エクサーが明日に控えております。皆さん出来具合どうですか？そんなの関係なくスト2は楽しむもんなんだよと、そういう人でも構いません。今日の大会楽しんでいきましょう。さあ、今日は15人今のところ。あれ、今日パパは、パパあ、パパいるね、ちゃんと。
さてどうしようかね。チーム戦東大戦ですが、誰と誰リーダーの方がいいんだろう。難しいね。くじ引きだとさすがに偏っちゃうから、さすがにこれ取り合いじゃないとまずいっすね。誰と誰で取り合おう。どうしようかね。メインキャラ同じ人はあんまりで、ちょっといいですか。ギャル多いっすね。でもちょっとこれでキャラ違えとちょっとチーム別々にという感じじゃないと、これ同キャラでってのはちょっと厳しいと思います。見ててどうしようかね。あ、じゃあ出ますよ。出ます。ん、あの竜の人。あー、いやもうあのダルシムの人と出ます。さあどうしようかね。我こそはリーダーっていう方絶対いないよね。あ、本当？マジで？あ、俺でもいいですよ全然。じゃあそれでいっか。じゃあやりましょう。じゃあワンピースピーから最初はグーじゃんけんぽい。どっち？出たー。俺も2がいいのに。じゃあ先取りじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、じゃんけんスパーク。やっぱりだよね。そうすると、まあ俺はカーシムさんいけるから、俺は友田さんだな、天敵。ああ、なるほど。そしたら友流だね。そりゃそうでしょう。ここからでしょう。ここまではだいたい決まりでしょう。お、パパ。うん、してるしてる。あ、友田さん後で100円お願いいたします。はいはい、友田さん入れたの確認。はい、あれハーディさん入れる15だから。16、迷うよね。俺も同じく迷うよ。やっぱりだよね。そうするとね、長州シャンかな。あー、いいとこ取ってく。これがじゃんけんスパーク。いやー厳しいな。アジさんバルログダルシム。バルログエスサガでもいいっすよっていう期待を込みだったら俺ハデさん。おお、なるほど。じゃあ中島さんだ。
テさん。なんでダルダルバルが余るんだ。確かね。だよね。はい。はい、決まり。発表、あれ、ムナーリさん。ムナーリさん、カウンターへお越しください。ムナーリさんだね。ハデさんの代わりに。始まってないんで、俺らのチームです。ムナーリさん。って嬉しそうに、って超棒読み。100円お願いします。じゃあ発表していきますよ。皆さんロジャーやりながらでもいいので聞いてくださいね。 1P 側チームヒデ、長州、友田、 TOMO、 クレジン、テ、ヒデ、中島、ムナーリ。 2P 側チームユーズル、バイパー、ピロシ、タテンコ、お茶丸、小江戸、ユーズル、グッチ、カワシム。これ分かんないよ。いい勝負だよ。分かんないよ。トリピーくん、ミーさん、マジで。じゃあミーさんとハゲさんじゃんけんしとこう。く、き、きたら、きたら、じゃあきたらでいいんじゃない、じゃんけんは。チーム分けの間に来ればいいか。来てからか、ヒット確認で。じゃあとりあえず決めましょう。今日2キャラ、はい、2キャラで。2キャラなの。あーやべえな。そう、2キャラ込みだから友田さん取ったんですよ。え、同キャラ OK？ 同キャラダメでしょ最近は。ダメ。いや、どっちでもいいけど。じゃあなしで。 X と S は別キャラです。ああ、じゃあなしか。じゃあそれぞれあのチームリーダーが2キャラ目誰使うか聞いてって感じでやっていきましょう。はい、はい、俺 1P、 おっといのした。ああ、だからベガ取ったんですよ。あのユーゼルさんにヒデ対策で友田さんを大将にハラスされる可能性があったんで、そうだから友田さん取ったっていう。俺はいけると思う、それ以外だったらっていう感じで思って取りました今日は。おお、王者っていうコメント、ちょっと、ね、最近の流行り僕見かけるために王者っていうコメントがつくの本当にそう、王者、暫定王者マイナス2までがワンセットっていう。さあ、じゃあ順番決めていくよ。2キャラ持ち、 XS は別キャラ、はい、サブキャラ教えてください。教えてくださいね。まあそれぞれ回っていきましょう。はい、はい、じゃあただいまチームが決まって、今順番を決めてるとこっすね。順番が決まったらスタートします。
Thank you.
You win!
対戦中ですいません、吉尾さんとトネピー君、後で100円カウンターにお願いいたします。配信台終わりでお願いします。真ん中の台です、すいません。ではまず1番手クレジン 1P がクレジン流体、 2P がお茶丸バルログ、マジで言ってんだ、ザンジか、ザンジだった、間違えた。 1P 側はカウンター側です、 2P が奥側です、クレジンさんは 1P です、クレジンさん 1P です。じゃあ長州さんマイクをお願いします。ちょっと俺も声痛い何このコメント、王道って、王者からの王道って。あ、そうだね、ゆずるさんお願いします、マイク。どうも、ルパンここです。始まりました、はい、あれあれ、クレジンさん龍ですよ、龍、あ、しょっぱな龍です。とりあえず待ちてください、これ。あ、はい。これちょっとトラブルなんでしょうがないっす。あれです。2キャラのサボを先にやるやつです。やつです。やつでした。めっちゃ噛んでる。めっちゃ噛んでる。早く殺してください。あ、できる。さあ、じゃあ改めて 1P 側クレジン竜、 2P 側がお茶丸ザンギとお願いいたします。一旦僕抜けます。 ZA なんでザンギです。そうですね、びっくりしました、 BA かと思っちゃいました。はい、Z の真ん中にちょんと入れるのが、はい、ありがとうございます。あれでございます。ちょっと一旦抜けます。さあ、竜ザンギです、竜ザンギです。お、高め、え、ぴょった、ぴょってアッパー大丈夫ですか。あれ光ってる、光って光ってるね。さて、早くも2番手で龍で龍です。はい、隣でやっているでさんお願いします。でさんも龍です。黄緑、あ、黄緑じゃない、水色。いやー、今日はジャマイカからなんと変わってしまうと、割と変わらないこともあるんじゃないかという、このジャマイカステージ。まあ、今日ユーゼルさんいますからね。さあ、撫でてこうパンで飛んでいく、斬新スタイル徹底流。ジャンプ召喚は一応ラリアット潰しですよ。ああ、なるほど、はい、あれしゃがんでも当たるんじゃなかったかな。だからジャンプ召喚が怖い人は召喚にするみたいな。はいはいはい。さあ、対空勝利は出る。すげえ、残儀にちゃんと出してる。いや、いいですね、ザンギは結構難しいですよね。まあまあまあ、飛びゆっくりですからね、はい、さあ、ダブラリー用紙で今度はガード。さあ、ダイヤとダイヤが噛み合って、さあ、画面端近いが対処できるのか、走ってくる、意外とイケイケ。さあ、タスマチで切り返して、ここはサーガール、しかし回って当たる。わあ、カラジャンプからカラジャンプから生パイル、絶対に絶対にゲージが使いたかった。そうですね、
FBA やりたかったんですけど、さあこれは FAB です。 FAB だった、 FBA じゃないわ、間違えた。FBA ってなんですか、 FBI みたいなやつですか。さあどうなる、ダイヤシマガード。さあお茶丸ザンディがうまいぞ。これは走ってくるが、ま、さあ台足にした。さあビオレー投げる、投げて終わり。まあ確定ですね。テさんが勝って、破天荒さんの S サガット、エッサガ使いにもなったんですね、ついに。いや、あれなんですよ、2キャラ持ちの時は破天荒さんは黒いね、黒い笑顔になるんですよ。ああ、そういうことでしたか。はい、大人の厳しさ見せてやるよと。これが破天荒だみたいな。そうですね。いつもニコニコしているのは表の破天荒さん。しかしエッサガを使うと黒い笑顔になる。これがストスード。コパンで。ああ、真空は間に合う。さあ、ここから。しかし年賀ではない。どうする。さあこれでも、さあ矢口まりの状態だが、これでも玉で行くのがサガット。サガットが、あー出ない。さあ空対空、まあもうゼロドットじゃ待つに待てないですからね。そうですね、一旦抜けます。ヒデ忙しいな。さあ S サガ対リュウは多分普通にやるとリュウ結構やることがない。さあピョっちゃう、大弱優しい。さあ大々にヒッテルとでもまあまあ減りそう。あれ、あーこれはこれはどうる、これは投げて、あと何もない。真空が遅らせで勝ったのはテリュー2連勝。いやいや、ピロシ S ホンダ、いい感じに遅らせましたね。はい、ピロシさん S ホンダ、テさんここ大事、次長州さんの残機なんで頑張ってください。はい、ここそうです、ここ長州残儀が多分ここちょっと大事です。何間違えた。はい、倒してテイさん倒して、はい倒してください。さあ今日はさあ S ホンダの出し方わからないやつ、え本当だ本当だ、それ取られたらやばくないですか。意外とわかんなくないですか、スマホひょいって。あ、なるほど。いや、電車でこうめっちゃ密着で混んでる人とかにヒュッて捉える可能性ありますよ、下手したら。大丈夫ガチや。さあどっこい、出た、さあ出ました、出た S ホンダ。さあ3番手はピロシ S ホンダ。 S の方が龍にはいいというふうには よく聞きますが、そうなんですか。S の方がいいんじゃないですか。まあ話題性的にはかなり良さそうですね、さあ下がりすぎるとコパン張り手が飛んでくるぞ。ここが確かにこれいいね、ここが相撲部屋だ。さあビール瓶は持っていないが、このピロシホンダはガスが作る。さあこれは第5スから出た、おいしい。いや橋がね、そうですね、相手の小回りが効きすぎるんで橋は。さあガードしてしまう。さあなんだこれは、やばいぞ。さあこのホンダは足癖が悪いぞ。うわ埋め込まない、そりゃそうだ、埋め込んだら結構危ない。さあ波動が止まれて、どっこい、これはやばい、これはどうするんだ。あーと逃げたが勝利出る、まだ分からん。さあやばい、あーそうなんです、何やるにもリスクが。さあここで長州残儀、これ S でも五分なんですかね。知らないっす、あのパレダイヤだと。さあ3番手が長州さんのダンディ青サイが降臨するのか。さあ青サイではなくアトミックボーイが降臨している。さあ来ましたよ、こっからおもむろに前ジャンプからの、前ジャンプがバレている。
前ジャンプからの、さあ前ジャンプ、前ジャンプさせてもらえない。これ紛れ怒んなくないですか、さすがに。いや怒んないっすよこれ。 X ホーンよりも紛れ怒らないまでありますよね。怒らないです。これどうすんのマジで。さあ大足、いやー終了。まあ、これにいつも挑むのが軍勢さんと。あーやばい。あ、おっと、さあ冷たくいくピロスホンダ。さあこれが本当の相撲です。下がりながら張り手、やばすぎだろ。なんだあれ、完全体張り手を出しながら下がっていくというこのね、やばいっすね。はい、 X ホンダよりも確か悪い。やばい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 。さあもう張り手を出す必要もない。ないっすね。あーしかし、あー出し切りですよね。さあここで俺だ、ヒデー J が出ます。ヒデー J 大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫ですかね。まああれですね、分かってなかったらまあ負けれるけど、さあ言ってもね、ためキャラ使いなんでね、なんとかしてもらいましょう。さあ、まあ、端に行ってからはね、 X と S は違いますからね、あのはめ方とかが違うから、どうにかしたい。どうにかヒデならやってくれる。ヒデならなぜかヤスラ体育。さあ下がってヤスラだけでこうなってしまいます。さあここからいけるか。お、パナス、なぜかパナス。何に当たっちゃったんだろう。さああれもう張り手出したまま歩いてもまあまあやることないです。いやー下がれる。さあこれも起こりうる判定の大きさ。お、これは美味しい、これは美味しい。こっからさあこっからまたバラス。さあさすがチュンリスカイといった感じのテンションとジャックはでも違うぞ。さあ対抗できない。さあまたしてもバラス、またしてもパナス。落とす、掴んでパナス、パナせなかった。爪が甘い。お疲れ様です。さすがです。これ本田有利ないか。はい、クレジンさん、クレジンダルシム、いやこれは普通にまあ変わんないじゃないですか。 1.5 ぐらいじゃないですか。 1.5 両方 1.5 ぐらい。いやーいきなり、あーやばい、いきなり S 本よりによってホンダに当たる、よりによってホンダに当たる。やばい。ダルシムも S の方が嫌なんじゃないですかね。確かに確定。もう100回より通常技で押せるのがやっぱきつい、きつそうですね。やばい。ああ潰された TBS、 これは TBS。 いやーいいゲームですね。中島さん、ホンダ同キャラ XS、 ホンダなんだ。もうホンダ3体目ですか。違うか。さあピロシー S ホンダが3人抜いた、4人抜いてる今。やばいね、ワンピー側。さあイギリス場所、まずは稽古から稽古からです。まあ合ってますね。さあ見合って、残ってる、残ってる、あやばい、残ってない、残ってる。
これ本田が2体このキャビーのこの橋の上にいるじゃないですか、はい、これなんか橋折れそうっすよね。そうですね、そういうステージも他のゲームだとありますね。あーなるほど。さあさあ意外と中島さんが、しかしここからは意地で本田使いの今の100巻は何だったら OK ですか。弱100巻とかもダメですか。今は引きつけて中とかだったら多分割れた可能性が、はい、さあでもちょっと引きつけるのはもう一点読みなんで難しいですね。はいはいはい。さあ割っていく割っていく。さあこれぐらい開いちゃうとちょっと相打ちだと美味しくないんで、上が悪いっすね。2回ぐらい一歩勝ちしないと、そうですね、取れない。うわあの子パンガス。さあしかし待っている。どすこいどすこいどすこい。相打ち待ってた。トレピー君のキャミキャミよりにもよってホンダと当たるし、今度逆来ましたね。ついにあれなんで教授え教授あれ教授さん教授となんかいっぱいおられます。いっぱいおられます。なんかいっぱいおられます。なぜかいっぱいおられます。さあ対戦するなら今のうちです。これはトネピー君のキャミ。さあ大スパイラル、大スパイラル垂直が待たれて痛い。さあしかしマジレが起こんない。あ逃げる。しかし逃げれるんだあれ。ああ確定。今のはいい狙いだった。狙いはすごい良かったんですけどなかなか。さあどすこい刺さる。もう厳しい。うわいやそうこれはもうなんかアローでこかしてなんかいろいろやるしかないとか、そうですね、そういう感じらしいですね。しかしキャミーの技の出際にさあ意地。さあしかしめくる。思ってない。正面逃げる逃げる。しかしわからない。逃げる。ああぶっ刺さった。決してショーパンは振らない。あショーパンは振らない。ショーパン振らないね。さあ意地でもショーパン振らなかった。次小江戸さんの S ベガ。S ベガならワンチャン。あ S ベガってあれですよね、なんかなんだっけ、こう上に行ってこう逆さからこうデビリバが変なやつです。デビリバか、はい、デビリバがなんか斜め45度で来る。ヒデさんあの技はデビルリバースと言います。デビルリバース、はい、あの斜め45度あの逆さまのやつデビルリバースと言います。さあいきなり入って、うまい。あとは平らパンチがないのと、はい、ジャンプ中パンのお手玉がないぐらいかな。 あとはあんま変わんないと思いましたけど、結構いろいろないですね。そうすると、うん、中足キャンセルとかは普通にあるんで、はいはい、まあ、まだ戦える方の、はいはいはい、戦えるけど使わなく必要はないみたいな。あー歩きラジに行く。おっと おいしい。今のは引きつけなかったから割れなかったやつですね。引きつければ着地まあ当たるギリギリで。さあ投げて打ち身ある。さあコーテータわあドスコイおそがし投げ返して確定。最後で燃やして、あさあなんだこれ、やばいやばいやばい。さあ今度は引きつける。すげえ待ってる、すげえ待ってましたね。グッチさんのホーク。あーホークかー。さあグッチさんお願いします。グッチさん、グッチさん、ホークホーク。すいませんねホークに、ホンダでした。さあこれは意外とステージが回っちゃうやつかな。さあ引っかかって、さあグッチさんは対戦数の多さで勝負したい。さあしっかり待ってる。
やー今のは痛い。頭突きが一歩勝ち。さあ焦がして、さあ頭突きがしっかり、さあ着地にトマホークで、トマホーク、ま、コンドルがめり込んで相打ち。さあ待てる、待てるぞ。待つのか行くのか、行く、出ない。張り手が怖い、張り手が押し切った、張り手が押し切った、寄り切りです。で、俺だな、ヒデさん、ちょっと私です。さあ、ユーズルチュンリやらしいですね。そしてヒデカラー、このカラーは強いぞって自分で言っちゃダメか。さあ、バックジャンプ中距離で起きるが相打ち。さあ、これは知らないと殺されるぞ、チュンリーは。さあ、やりたい放題の中島ホンダ。飛行点大飛行は、さあ、中継で追っ払うが、お構いなしに突っ込んでくるのがホンダ。さあ、対空できない。じゃ、バックジャンプ中継が強い。確定。さあ、コテタが、どうする。さあ、これはまた、なぜ下がってる。あ、あ、運がいい。しかしこれはわからないぞ。ニュートラルにしたので飛行機打てる。さあ、オカマバックジャンプ、あー、大張り手で突っ込んでくる。ユーズルチュンリいいとこなし。いやー、体重で負けましたね。で、そういう競技じゃないでしょ、ユーズルさん。はい、バイパーガイルです。バイパーガイル、バイパーさなー。あ、クレジットが、クレジットが GU、 GU クレジット、クレジットどこですか。ピンクです。教授1週間ぶりですよ。むしろ違うな、俺こっちで、こっちで、あの、一緒に名古屋まで行ったんで、はい、池袋で合流して乗っけてきました。さあ、さあ、ワンピーがいい、ワンピーがいいけどガイルにしたバイパーさん。さあ、TBS は怒らず、画面端は意外と逆に怒らないんですよね。まあまあまあ、確かにちゃんと引き付ければ、中央の方が、はい、お、さあ、先出し、パナス、裏剣、しかし待ってる、これはもう厳しい。あー、おやおやおや、あー、マジでやっちまった。いやー、国技は強いってことですかね。いやー、だってまた中島さんも5連勝してる。そうですね、中島さんの本田ね、強いんすよ。強いんすね。あれ、うまい、あれは本田塚がやるやつ。あ、やばい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 、かか、おやおや、あー、か、これはどうなる。お手でプルプル、あー、ニコパンが刺さる。なんで大パンが置いてあるんだ。あれ、川島 DJ、 川島 DJ。 さあ、ホンダ、エソホンダに勝ってからまさかの6連勝。今は、6番手対8番手、はい、6番手対9番手ですね。9番手か。あれ、あれ掴まれているよ。しかも俺の色だし、ちょっと、あれ、あれ、あれ、ちょっとちょっと、ホンダしか勝ってないゲームです。今のところ、さあ、さあ、カワシムダルシムが、違う、カワシム DJ が圧殺されている。カワシムさん、今のしゃがみ中盤の方がいいですね。さあ、さあ、どうなる。なんか、なんかヤスラ、ヤスラ打って、ヤスラ、ヤスラいっぱい打てばどうにかなる。まあ確かに、さっき僕はどうにもなりませんでしたけど、ヤスラを適当に、
打って前に前には出なくていいです。前には出なくていいです。まあ、前に出る必要はなさそうですよね。エアスラの後だけで、あとはいいです。あ、これはダメです。あぶれあぶれさあ、あはしゃぎたいお年頃。はい、こんばんは。今日は東大戦やってます。2チームに分かれて1人2キャラ持ち。今日はデムで9人参加。お、逃げて逃げれるぞ、これは。いやー、エアスラ横に投げ確定か。いや、確定じゃないかな。いやー、しゃがみ大パンツ。あっ、さすがにしっかりしっかり。さっき俺が死んだやつ。おリバサー百列。おお、さすがにこれは厳しいか。ようやく、さあこれで吉尾さんサガット、サガット。さあお風呂に入っておねむの吉尾さん。そうなんですか。言ってました。みんなみんなお風呂です。いいな、お風呂。いや、もう P さんと、お、 P さんと新谷さんいたらお風呂でしょ。まあ確かに。さてサガット DJ、吉尾さんは知ってると思いますが、さあ川島さんがどんな感じか。当たる。さあはしゃぎたいお年頃。お年頃。いやー、さあ普通、おーっと、そばっと大好きおじさんですかこれは。あー、しっかり待ってる。しかし1ヒットか、投げ返して、いや、しかし5パン壊し上がれる。さあ眠くて技が出ない。普通にやると X 下がるとかなり球を打てる場面が非常に少ないんで、かなりやりづらいんですけど。あー、でもあれかな、ムナーリさんとやってたりすればそれも分かってるかな。2位が今あれですよ、大パンで消されましたよ。思わずのけぞってましたよ、吉尾さんが。これは運が悪いですね。まあ大パン、タイガー2時代は運、うん、判定別に強くないです。圧力はないですからね。早いのは早いですけど。あーっと、これは惜しいっけ。これは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 さすがに厳しい。これは安らかにお願いください。ムナーリさんの竜、お、言ってると出てきた。ムナーリさん、会いました。え、ヒデホーキー。さあヒデがホーキーです。ダメです、ダメです。ちゃんと、俺今日だって今日ニュートン 5時に来てるんですよ。いや早いよ、俺仕事だから今日。いや、トモさんと100本以上やっても疲れました。 TOMO だ、 TOMO だからなんでいいの、こう帰国、一時帰国。うん、いや、わかんないっす。わかんないのに対戦したの。いや、なんかあのこっち来てるらしくて。あ、そうなので、それで対戦に上るヒデさんが捕まえたみたいなことですね。いや、トモさんからね、声かけてもらいました今日は。嬉しいことに。まあでもチームメイトですもんね、基本的には。お、これは、あー、遠いですね。まあそうですね、トモさんはあの初代ヒデハウスのメンバーなんで。そうですよね。あ、なん か囲われてる言い方だけどね。ガムシャラジャパンみたいのを作りたいヒデさん。さあ、本音が出ました。さあ踏んじゃって真空で抜けて大足、しっかりしている。さすがはムナーリさん、しっかりしていますね。さあ正統派対お茶目な対決。さあやっぱりソバットが振りたい、やっぱりソバットが振りたい。まあソバットが生きる相手ですからね、竜はね。しかししゃがみ中盤に変えればもう何の問題もありません。No。 さあ急に台を打たれると対応できないやつですね。さあ、お茶丸さん、バルログ、お、座ってた。いやー、ムナーリさんまだいるのか、大変だな。あ、でもあれか、ムナーリさんだから意外と同じぐらいだね。10番手10番手だ。そうっすね、意外にも、意外にもやっぱり本田は強かった。
追いついただけでした。さて、さあこの不思議系お茶丸バルログがさあ、うむ、意外と機能している、意外と機能していて、ゴロゴロ、これはガードしてくれた、よかった。お、反応してる、飛んで、お足が使って、あ、これは謎のテラーね。テラーあれ画面中央だとほぼスカルですよね。あれハイクロですよね。そう、あ、テラーじゃない、そう、スカイハイクロー中央だと三段基本スカります。うまい、誘った、誘われた、誘われて立った。今の鎖骨はね、見せ鎖骨なんでね、その後の行動が大事ですね。いや、鎖骨はガードする必要ないですから。まあ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 、あの、俺ぜ、あの、いくら出してもらっても食らいます。食らって OK。 さあさあ、ヒョウが止まらない、確定だけどダメージ負けてるからね。そうなんですよね。さあ、中盤、うわ、しかも減ったテさん、テさんじゃない、違う、友田さんのバイソン、お、いいとこに置いてある。いや、いいとこに空いて置いてある上にもうムナリさんなのね。またさあ、キャラ的にはいい勝負ですが、いい勝負も何もないのがバルログ。さあ、色だけは最強だぞ、色だけは最強だぞ。さあ、ゴロゴロ、さあ、反撃、いて、反撃はおまけ。お、さすがに待っている、くぐる、ヘッド、爪取らせない、繋がってないんじゃないな、ジャンプショーパンとシャカミンショーパンが繋がってないんだな。そうっすね、オアは繋がってた。さあ、ガード、ヘッドは出んのが遅いんで、ちゃんと早めに出さないと落ちないです。さあ、痛い、しかし、さあ、ヒョウが振り向いたけど、さあ、振り向いた、ガードしてる、爪剥がした、殺せ、まあ、破天荒さんの竜、橋はきついですよね。え、まあ、ただいろんな話を言っただけということでね。さあ、竜バイソン、お、踏んじゃって、竜巻、昇竜を待ってて、大足、さあ、待って、なんか燃えちゃって、暗い投げ、ちょっと高いのをしっかり見てましたね。マイク、ユーズラーのヒデ、Yes! Yes! I'm you, ユーズル DJ! I'm ヒデ Yeah! Yeah じゃねえさあ、友田バイソンがノリノリで画面足、さあ、破天荒さんは丁寧に大足アド、さあ、踏んじゃう、食らう、さあ、ちゃんとあれ、なんか遅らしてるから、多分一応ガードわかんないやつっぽくなってるのかな、わかんないですね、俺このカードは。基本真上で出すとわかんないみたいな。相打ちだか、さあ、やばいやつ、あ、見ている、アッパー、最近流行りのアッパー、ピロシさん、ピロシさん、仕事です。え、これし、え、ホンダバイソンってどうなんすか、ダイヤ的に。ダイヤ的には分かんないけど、ギリギリホンダなんじゃないですか。え、そうなんですか、バイソンです、バイソンなの、バイソンなんだ、なんで。アンドアイムエクスゲーマー、おー、エクスゲーマーさん、どこにでも現れる男、バイソンなの。まあ、バイソンってことは、お、吸ってる、やる、あ、しかし見ている、バイソンってことは体力リードした方が待てるってことかな、ですかね、わかりません、適当です。今のはしっかり話しオイトなんで、まあ、光ってもガードはできますよみたいな感じですかね。できますね。まあ、基本ホンダ使いはみんな話ではやっていると思います。そうですね、はい、やってないのは多分ハルキングさんぐらいだと思います。え、ハルキングさんはやってないと。え、そうなんですか。
やってる。ワニケイさんはやってない。あ、ワニケイさんしかやってないの。アベビンさんもやってない。あ、確かにやってない。さあここで確かに、あ、しっかり掴んで、あ、掴み切ってアピールで、誰、ムナールさんのサガット、これ職人ですよ、ムナールさん。サガットホンダなんだっけ、44だっけ、6444です。44なんです。お互いに不利です。44やばいね。お互い微不利です。面白すぎでしょ44って。いや確かね、66もあるんですよ、なんか忘れたけど、どっかにあります。66もやばいな。あとあの4から6で気分で動くとか。さあ3だ、3ヒットしてる、繋がってない。あ、これはこれやばいよ、ピヨンない、ガードしている。いや急に分かんなくなった、超待ってる。あー、これはしっかりと、あの小刻み、あの軍勢さん以外にもいるんですね。ん、軍勢さん、立ちとしゃがみをあの1フレで繰り返すみたいな変な。おさあ、下と上をしっかり打ち分けているが、そうなんです、44。さあ歩きを見てからしっかりと打ってますね。さあ大キック、大キック、お、落とす。これは確定取れず、スイジャンが強い。スイジャン強いです。スイジャン相打ち、これはサガット悪くないでしょう。さあこれは飛んでしまう、はい、ガードさせて、また飛んでしまう。これはまだ上を打つ、まだ打つ。あー、今度はグランド職人だった、小枝さんのベガー、小枝さんのベガー。サガットベガーはベガー、ベガだそうです。どんぐらいか分かりませんが、ベガです。まあこれは多分テ、まあ僕も分かんないですね。まあでもあのナイトメアが端々でも引かれるんで、溜まった、溜まるまでに、溜まったら打てないので、それまでにどうにかしましょうみたいな。お、でもどうにかなっている、この感じだといけると思う、はい、思いたいみたいな、そういう感じですかね。さあ溜まって、チューチューで拾って、あれあれ、これは分かりません、間違えたのか狙ったのか分かりません。さあ、でも惜しい、投げ返す、下投げは痛い。これは上が狙い、お互い出なさすぎ。いや急に年齢が出ました。これはトネビー君、マイクお願いしても大丈夫です。 P さん明日出ないからいいよ、喋んなよ、なんかもう疲れたとか言ってるから。あ、はい、 P さんなんで明日出ないの。いや出なくないよ。出んの、うん、あ、当日予定が分かんなかったから。ああ、まあまあ何でもいいやみたいな。そう、まあそういう時もあります。お、固められてる、固められてる。ホンダサガットはサガット有利でしょ。いやいや44だから、サガット有利だと思いますよ。44ですよマジで。あれでもジャンプしてるサガットどうやって倒すのか分かんないしえ、シカトウじゃないですか。いやいや普通にジャンプしてるサガット強すぎてやばい。あ、2ヒットする、2ヒットしましたね。なんか端近いからじゃないかな。そうですね、だいたい1ヒットなんですけどね。逃げる、いいですね、逃げて、痛い、これ今の痛い、下段じゃないわかんないやつは死ぬ、これは死ですね、もうほぼ無理。意外といけてる、いやいけてないです、いけてるな、いけてる。あ、これはこれはダメ。あ、今まあくぐった、くぐりジャンプになるんでどっちでもいいってやつですね。テダルシムです、テダルシム、テダルシムです。 P のバルログ遅ない？ P のバルログ遅いです ね、 ね、遅いんですけど、なんかリュウトン DJ の間でもないかなみたいな大体です、キャラ感でね、はい。あ、あのこれはめくりじゃない、表から。お、サイコマジ抜けてない、抜けてない、やらない、やらないや、あえてやらない。順々の方がだからサイコマジックしやすい方のあれですよね。あれ返してない、いや今のは多分潰されたんですよ。ダメ、潰されたんです。あ、そう、あの距離割とね相打ちになったり潰されたりする。あ、それで投げ返しでいいやみたいな、暗い投げ。あー、ピヨル、ピヨル回復した、見えないゲージが回復した。お、あ、いい反応からの、ね、
ダブル中中ダブル、うん、うわ投げ、いやこれはこれはこれは悪くない消えるけど、その場今は悪くない、悪くなかった、その場に消える。さあ次 TOMO バイソン、アメリカの人、アメリカの人、アメリカの人ですね。遠征生、 USA 遠征です。遠征生、遠征っていうレベルじゃないけどね。どっち側なのところで、東と西。ああどっちだろう、カリフォルニア、カリフォルニアの方じゃない、なんか西かな、よくゲームやってる方にいるからカリフォルニアだと思いますよ。ベガスとかの方、そうそう西の方、そう、なんか格闘ゲームとかが主に活発なコミュニティはカリフォルニアなんで、うーん、はい、ノースカリフォルニアの方なのかな。いやなんかあれアメリカのなんかそのでっかい大会の名前でなんかノーカルみたいな名前があって、まあ、あれはなノースカルフォルニアの略ってことなんで、はいはい、豆知識でした、はい、あれあいいですね、これ TTY ダルシムっていうのいいですね、テさんのことを。そうなの、いやわかんないけどこのコメントいいですね、いいですね、もうアズの意味がもうずっといまいち分かりづらくてね、ちょっとね困ってアズはいろんな意味がありますからね、のようなみたいな、KKY さんっぽいみたいな、アズノンアズ的なね、そうそうそう、 AKA ですね。なそれはあれなんですかね、AKA は勝ちざまなのか負けざまなのか、そこで変わってきます。いやいや色が KKY さんと一緒でしょ、色はね、そう。さあ、あ、出ない、クレイジーが出ない、クレイジーが出なくて、なんかやばい、あれこれはやばい、セーフ、セーフ、今のはおもむろに前ジャンプした、アフロレジェンドとやってるからねっつって、やってるからやってるけどやってるけどその動きは違う、入ってないみたいな。あーうまいですね、さっきから裏に回られた時の内返しね。やっぱりベガってあれできないとダメなんですね。まあ狙う側でもあるから、狙われた時にはみたいな。確かに、まあジャンプ高いキャラは基本あれやりますからね。ゆずるさんベガも練習してましたけど、ベガ去年の1ヶ月ぐらいだけなんでやめた、もう覚えてないです。あーうまい、おーっと今のは美味しい、投げる、化ける、いやまだ時差ボケがありますよ。はい、次中島さんガエル、アメリカの時差ボケはあるでしょ、だって、まあ、アメリカの人ですから半日以上あるんだから、しょうがないです今グッドモーニングですよ、今日が始まってくらいですよ。さあ本田使い中島、中島さん上手いですからね。上手いですね、みんなあんまりうまいって言うと飛ぶっていう、知られてないけどうまいです。ホンダも結構長くやってた感じですか。うん、なんか使いますよね結構。さあしっかり溜まってるぞ、ネクリ、今のなんか分かんない系の位置、分かる位置もあるの、あれもうちょっと遅めに出したら多分、あれなんかなよく分かんないです、よく分かんないで終わりました。まあ基本高いと分かんないですよね。そう、お高いと多分もうガエルが出すタイミングで、うわ分かんねえ、強キックは分かんない、強キックは分かんない、いい固めですよ強キックも、ほんと頭のてっぺんだけ狙うと分かんないみたいな、ベガはそういう感じですよね。はい、う届かない、中キック、さあカニと中足、うまい、前ジャンプ、中パン踏ませて、いや踏んじゃう、ガード、これはなんかなんかなんかが溶けてくらいました、ね、ガチャした、はい、あれ結構レンガになってないからサマー狙ったんすかね、うん、ただ、まあ、サマー狙ってる、2位が出たみたいな、まあちょっと立ちだったんでね、溜まってないかな、お落としてる、うん、くぐったけど、あ引っかかる、うまい、早めに出したね今、ダブルはちょっと後ろまでね、はい、やられが、じゃ攻撃なんてありますからね。さあでもなんかお、うまいからの突っ込んでくる、投げ返す、突っ込んで、うわー減る、強キック減る、うわーい、中川が一、おお、何今、サマー出たよね、サマー出たでしょ、サマーなのか2位なのかちょっとわからないけど、サマーだったじゃない、サマー裏に出たよ。次長州さん、剣、悲しみが今、いやー薄いキャラのあれですね、まあ、ダブルサマーだったと思うんですけど、ダブルラビリーかな、どっちかですよ、なんかでした、ダブル様出したら、あ死にそう、おじいちゃんがノーガードで暴れて、格ゲーやってへんからなって言ってましたからね、さっき、あ、そうなんですか、
モンハン、モンハンとかしかしてないって言ってました。あ、もう完全に、ね、普通に PS4 を楽しむおじさんですね。長州さんネットゲー好きですからね。あ、そうなの。そう、あ、お、なんかすごい、なんかしばらく 何年か前に長州さん全然見なかったよねみたいなことを言ってる時期に、何してたんすかって言ったらネットゲーやってたって言ってました。あ、そう、昔を思い出して。そう、結構好きみたいですよネットゲー。だってなんかあれなんでしょう、テさんが昔作ったゲームをやってたみたいなそういうなんかなんかどんなつながりだよ。いや、なんかそういう話ですよ。ああ、なんかでもごまかしがうまいなこの人。この人ごまかしがうまいな。ごまかし、あ、お、波動拳、波動拳で、波動拳誰、リュウ、グッチさんのリュウじゃないですか。あ、本当だ、小江戸さんの次だからね、グッチさん。グッチさんと長州さんといえば、なんか昔因縁っぽいような、っぽくないような、よくよく当たるみたいな。龍で、龍でどうぞ、龍で。あ、はい、違う、龍じゃないな。え、違うの、バイソン。龍じゃないよ、バイソン。龍って書いたけどなんだっけ俺。バイソンなの。バイソンホーク、バイソン、バイソンです、はい、間違えた。長州さんバイソンです。さあ煽ってます。フォークだったら余裕だぐらいの。グッチさんは確か 2P の方がフォーク得意って言ってましたね。話がはめるの、はめるの、そうそうそう、そうなんだ。 1P 側が難しいみたいなこと言ってた気がする。ガードできんの。できるできる、ね、だってスキー、スキーゼロだもん。やばいやつ。あ、さあしかしこのおじさんは膝が大好きだぞ。あー膝、あれいいですよね、剣画面端に引っかかっても飛べちゃうから。バイソンのヘッドが遅くて、あれってでもしゃがみダイパー入れんじゃないかな。マジ、うん、引っかかったら入れる気がする。こすっとけばいいってことね、うん、さあ、うん、いい今抜けですね。一部で話題の剣バイソン、はい、お、うまい、なんかできてる風味。暗い投げ、暗い投げ、勝利出すまん。早いな、はい、俺だよ、はい、え、ユーズル先生、イエーイ。このこれ、この国旗みたいなのはあれですか、ユーザー名の、ユーザーさんのアイコンですか。そうですね、かわいいアイコンが見えている。いや日本語なんで、はい。でもあれですよね、海外の人確かなんかニコニコ見るのめんどくせえみたいなの確かあったんだけど、すごいなぁ X ゲーマー。さあケン DJ はフジモン先生が全然 DJ だと、7、7あるんじゃないかみたいなことをフジモンさんが言ってた記憶があります。まあ実際きついのは確か7は分からんけど 6.5 か6は絶対ある。それはなぜか DJ の防御力が高すぎるからですね。さあ食らってめくりが分からんが、とりあえず逃げる。さあこんだけ頑張ったのにリードしてるのは DJ、 キャラ差ですね。頑張りましょう。でもキャラサ通りやるのも大変。いや、いいジャンプだったが、長州さんがガード。あ、いいジャンプ、悪くないジャンプだったが、 DJ がしっかり空対空。近くからやすら、これは長州さんの次なんで、吉尾さんのガエルじゃないですかこれは。そうですね、吉尾先生、小高、これ解説してましたからね吉尾さん。さあ来た、吉尾さんのガエル。さあ飛んだ、さあ飛んで中足。さあいい歩きだったが、これは暗い投げを選択。画面端に追い詰めてスタブ置いて、飛びが刺さる、下がってソニック、ちょっと前に歩く。さあ下がってソニック。さあま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 あ、今のはソニック化け、コタスペではない。さあっとこ大キック、ジャンプで避けるのを読んでいる。さあリュズルが画面端ドット、さあソバットでは潰せなかった。
さあもう長州さんの攻略は聞かないことにしておきましょう。なぜならガエル使いではないこの人。さああと怪しさ当たらないが、さあソバット歩いたのを見てスタブ下がる。あの距離の後ろソバット結構強いですね。下がる中足置いておいてソニック、これはもうきついぞ、かなりきつい。さあ開幕はさあヤスラ打ってく、安全だよねと言いながらヤスラ飛ばれても3段食らわないらしい最速なら。うん、画面は追い詰めたがサマー待ちしていたが、さあ飛びがまだガード。さあヤスラ、ヤスラ飛ぶが、まあ DJ の暗い判定がない中パンチ、しかしトレードわれている。これは友田さんのベガーですね。はい、今日もシュプリームの服を着ております。シュプリームの服って手に入るんですね、すごい。いつもなんかめちゃくちゃオーディションじゃねえや、オークションで高値で売られている。いやいやもう服もですよ。そうシュプリームって書いてあるなんか帽子めちゃくちゃ高くなりますからね。とりあえず何でもスマホケースとかもなんかシュプリームって書いてあるとすごい値段になる。そうどうでもいいわの話、それらの名前の間に X ゲーマーさん、ヨシオ、バタヤン、ツノッピー、誰が一番強いですか。どうなんですかね。わかんないな。みんなタイプが違うからなかなかこう答えしにくい。さあうまい、イコールではないですね。あのねタイプはじゃあこの TOMO さんに翻訳してもらいます。あのこの3人のガイルは動きのタイプが違うんで評価できないって英語で言ってください。英語で言ってください。ちょっとアメリカの人が翻訳できません。さあ試合の方は1対1、あーうまい反応してる。めくりはガードから中キックから投げる、そういう置き攻めもあるんだ。さあ切り返す、散々パナッシュパナッシュ言ってたが自分もパナッシュぞ。これは打ち切って入らない。今のダブル2もちょっと微妙な気、うわーっと見ていたかこの男、上投げ返す惜しい。さあこれ TOMO さんですね。はい、ゆずる先生行くんですかねこのまま。さすがあの夏の 3-4-3 の覇者、この後は3人です。僕はいないものと思って、僕はいないものとして考えていただいた方がいいと思いますね。さあおおうまい、さあおっと飛び際に刺さる波動拳、うまい、ずらして波動、さあうまいぞ波動拳だけでここまで来た。波動拳最後まで波動拳だ、これが竜 DJ だ、波動拳が強いぞ。さあ押してはいるがさあここの押した分で戦っていきたい。さあ中和シャドウ、あーこけてめくりがガードから投げてピヨル、知ってました。あーいいですね、まあ投げ一択ですねあそこはね。あーっと歩き投げに行ったか、あそういうあれがあるんですか。投げモーションが短いってことですね。さあ飛んでまだガードするぞ、とも飛んでいる、追い詰めたのは、さあ吐きかけて画面端は維持したい、でもさあ飛ぶがずらして波動、これは痛いぞ、波動トラップガード、うまくユーズルも避けてはいるが TOMO が無理しない、波動拳がうますぎる、波動拳弱、今日弱引っかかる、これは抜ける、おっと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 、でも投げる、ゆずる先生さあ
大将のヒデさん、大将のヒデさん、残ってるのはユーズルさんと、バイパーさんと、僕はいないと思っていただいて大丈夫ですね。カワシムさんのダルシムですね。はい、さあ完璧だが負けてらんない。うまい、5番で落として。俺はなぜなら明日優勝する男だから、こんなところで負けてられない。ビクトリーロード、さあ飛行券。ヒデさんはね、こう無理しないでがっつり下がるんで、 DJ としてもどこかで焦らせたり無理を通したりしないといけない。どうですかこれ、駒田さん、 DJ チュンリー分かんなそう知ら、どっちも使わなそうさあ興味がない。そうですね、まあ、チュンリー有利なのは間違いないですね。飛んで、さあヒデさん無理しない。さあ飛行剣相打ち、アントビーになってないけど、なんか飛行剣でダウンする。チュンリー有利でしょうね、間違いなく。いや有利だと思いますよ、下がってるだけで強い。こっから DJ がダメージ取る方法なかなかないですよ。不用意な気候連打に結構きつい。あー絶望でもなかった、絶望に絶望していなかった。ゆずる DJ もうあの状態になって無理かなって思っちゃうのが心の負けなのかもしれない。さあ飛びが通らない。まあ一般的な方法としては気候圏気候圏ってやってるところに、さあめくりが当たって死んでる。バン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 、スパコーン、俺ガードしたのに、今ガードできてないです。マジで、はい、ガードしてもどっちかに触れちゃうんですね。え、なに、え、そう、え、どっちかに触れるってこと、はい、フラッターとガードしたってこと。うん、食らった時点でね。さあそう、つながってないから今当たって、3ヒットの3ヒットだから無意識にボタンを押したんだよ。え、あれ逆ガードになるとかないっすよね、さすがに。残りやるの、残りやろうって。はい、やりましょう。やっちまった。あ、じゃあワイパーさんホークなんですけどお願いできます。はい、じゃあやっていきましょう。残り我々勝ちましたが、我々の勝利だ。ユーズルさんと組むとね、ユーズルさんが勝ってくれるっていうね、僕のジンクスがあります。あ、そうですね、はい。2on 2で組んでてもゆずるさんだけ勝ってくれるから。さあ大丈夫だ、でも明日は DJ はいないから。いったか、アントビから、さあ逃げる、空中判定。さあしかしリードはした、リードはした。うまい、これは踏んでしまうがめくりにはいけない。これは投げ返す。あの垂直上キック強いんですね多分。さあこれはしっかり見てからめくりにもいかない。冷たいぞユーズル。さあ、まあ、これはガード、うーんと地上で食らう。うわー、すかしたー、すかしたー。そういうこともある、天才的、すごいな。これはガード。さあワイパーさんがいいプレッシャーを与えている。さあしっかり見て下がる。さあなんかね、あのユーズルさん曰く前に歩いてスライディングすれば、なんだっけ、あのコンドルダイブ来た時は後ろに行くし、そのままだったらちゃんと対空できるみたいなことを言ってました。なんでフォーク戦はしっかり潜ってからスライディングっていうのがいいらしいですね。遠くでスライディングしようとするとコンドルの卓だった時に負けちゃうらしいんでね。さく、今度はめくりにてしっかり、これは見ているぞ。あ、そう、こうなるみたいですね、はい。あ、コンドルにも大丈夫みたいなスライディングの出し方があるみたいですね。あ、遠すぎる、これは。あ、危ない危ない危ないよ、ゆずる先生、焼き鳥焼き鳥戦、逃げた。
な、今のちょっとショージャック汚いですね、見にくいですよ美しくない。はい、利根川が死にに行きましたねとか言ってますけど、真面目にはやってます最近バルログを。ただ DJ とはやってないはず。さあどうなんだ、あれだけ言っていたので頑張ってほしいところだが、ヒョウが、まあこれはどうなんだ、結構ヒョウ難しいですよね多分。やってない感が出てますねこれ。中パン、中中が繋がらないけど美味しい。さあ追い詰めて、やっぱヒョウにはいかないよなそりゃ。爪がザクザク当たる、危ね、どうだ、投げからハイクロー、夢を乗せたハイクローがジャンプ商売にする最初という、やっぱ判定強いですねあれね。さあどうだ、爪を刺せばというところだが、中足になんか負けそうな感じ。テラーで、テラー出なかったか、あードット間違いか、前ジャンプがボアチしたということですね。最後はダルシムのカワシムさんですね。ジャンプ大パンチしたら出ちゃった。ジャンプ大パンチしたら出ちゃった。ジャンプ大パンチ蹴ってやったら出ちゃった。さあカワシムさん、明日は DJ はあまりないと思いますが。あまりっていうかいないんじゃない。ね、イロハさんが DJ だったら、ね、いないですね、大丈夫です。さあ、うまい。うん、危ないですねこれはね。そうですね、あの距離はダメですね。あのムーさんがよく食らっちゃうやつ、ね、結構ね、あの辺ぐらいの範囲、結構遠くからね結構遠くから巻き込まれるんですよ。そうダメだよって思ってても意外と遠くから。あ、うまい、今のは安全な、本当は安全なんですけど、あれだけダメ、スラキャンだけは食らっちゃうんですよね。あら、そう、さあ手を叩いています。あれね、スラキャンしないでジャックするとね、ファイヤーに引っかかっちゃうんだよねっていう、はい、ダイスラストにすれば引っかかんない、うん、ダイスラスト、いや、なんか前離れればだって引っかかるから。でもだあれはダイスラストファイヤーでもダメって前言ってなかった、ジャックファイヤーにすればいいんじゃない。ああ、そういうことね、うん、はい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 、誰だ鈴鹿さんかなんかを設定やる気がする。そう、うん、いや僕も大体そうしてるんだけど、まあ、距離ダメなんだっけって思いながら遠ければいつもやってる。遠ければ大丈夫遠ければいいんだ。そうだね、うん、いや、お見事、スラキャンジャック、お見事。いや、よかったです。出してみるもんですね出してで、それはだって自分が飛んで対空された時点で前はわかるじゃん。ファイヤー確認してその点でファイヤー確認して出せないじゃん。でもファイヤーを確認してないよ、ね、だからまあショーだったらしょうがないかなみたいな。ああなるほどね。そうだからもう距離。なるほどね、距離で顔に引っかかりさえすれば、ヒットストップで球が抜けるんで、で、遅めキャンセルとかやったら多分引っかかったりもする。なるほどね、わざわざやるならね、まあそれで地味に撮るっていうのもあり。写真撮るって、じゃあ多いからゆずるさんを撮って。そうですね、you
はい、ありがとうございました。アンストッパーをね、はい、で明日はエクサ3ということで、なんかみんなもうゆっくり休むから今日はやらないぜみたいなかと思ったら、まあちゃんと来るには来ているという感じでね。で、まあ、当日で不参加が噂されていたヒデさんも出るとか出ないとかいう話なんで確定。ヒデさんは何、ヒデさんは来ようと思ってた人が出れなかったら出ないの、出ない予定だったの、一人で行く予定。あれか、前回と同じチームメイトか。前回は川島さんですよ。そのあれなんか2人で出たことないっけ、あるよね、その前か。まあ鈴鹿さんだということでね。明日なんか強い人残ってるといいな、当日。あれフラット P さんはアッセン、うん、フラット行って決める。フラット行って誰もいなくて、青葉さんとか残ってないから。青葉さんのは残ってんじゃない。あ、そうかな、よし、うん、なんかいや、キャミンとかでいいんじゃない。いいよ、バルバルでいいよ、チュンチュンいいんだから。青葉さん今までいや、青葉さん大好きだったんですよって言って、クモ。あ、多分ね、大喜び。青葉さん好きなんですよね。大喜びかもしれない。いや、青葉さんいいですよね、バルログっつって。クモ。好きっつって。でもなんか、あと、あれでも教授がいるってことは教授も出る。決まってるんすか。あ、事前で一人で。あ、でも青葉さん実際なんかヘイじゃないとこでやるようになってから、ちょっとなんかいろんなことをやるようになりましたよ。あ、そうなの。そうそう、なんかヘイでやってる時だけだと本当になんか甘えみたいな、ヘイの人は一生食らうみたいなやつずっとやってたけど、あ、そうで、ヘイじゃないとこでよく来るようになったら、はいはいはい、それが全然効かなくなったから。いや、 それもすごいありますよね。もうずっとあそこでやってるとなんか本当に動きが変わらないのがもう誰でもそうなんで。そう、でもなんかちゃんと変わったんで、はいはい、なんか青葉さんも人間だったんだなみたいな。あ、なるほど。そう、ちょっと嬉しかった、人の心があったみたいな。そうそうそう。あれ、川島さん今ダイスラストだったな。多分じゃあファイヤーがダイだとダメなのかな、うん、そうそう、多分ジャックファイヤーはダイスラストジャックファイヤーだったら抜けないと思うんで、ね、わざわざインフェルノですよ、生インフェルノ ね剣も届かない。そうですよね。そうそうそう、マイジャンプできるけどスライディングタイク余裕だと。ショースラタイクね、つなぎが難しいから嫌なんですよね。まあ別に手形で相打ち、まあ、剣はダメだけど DJ は手形でいいんじゃないですか。そうかな、手形で潰されたら別に投げ入れとけばいいから。いや、博士とかにまあ通らないから、な、投げられるから。博士さんはね、なんかボタン押すのがうまいんですよ。まあ反応もおかしいし、ボタンも間違いないし。ボタンね、うまい。博士さんはマジでボタンがうまい。あ、投げ返す。いや、投げ返す。あとなんだろうな、まあでもとりあえずみんなの見どころは D ブロックがやばいと。 D ブロックが、ピロシム対、モミチンと、グッチさんのとこ、グッチ界対、あのチームなんだっけな、チュンリー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 はトータルエクリプス、あれは何、瀬尾さんの趣味なの。いや、クサさんでしょ。クサさんなの、うん、何あれ、ね、あれ何、ロマサガ3。あ、ロマサガ、うん、あ、スーハンミだとクサさんっぽいっすね。そう、なんかなんだっけ、あの月食あったじゃん。月食、ちょっと前に月食あったでしょ。あった、皆既月食。あの時になんかトータルエクリプスだとか言ったら、正月さんに、うん、はい、いや、トータルエクリプスは日食でしょみたいなことをツイッターで突っ込まれて、あ、いや、みたいなことになってたのを見ました、見た。あ、まあでも、じゃ あれはみたいなこと言って、そうなんですけど、まあ、永田先生に突っ込まれてたんで、なんとも言えない。あ、そうなんだ。そう、うん、あれ、確かにわざわざ、俺も外に出て見ました、ね。なんか11時半ぐらいになったやつですよね。そう、秋ぐらいに死んでしまうの。今のどうなんだろう。先生、はい、今のどうなんだろう、わかんない。あ、もう上がってるから自分でリツイートしよう、当然のこと。さあ、あべ、またお金落とした、またお金を、
お金いいや。僕何で出るかも決めてないですからね。え今キャミーって言ってたじゃん。キャミーでもいいしバルログでもいいしみたいな。バルログでいいよ。ダルシムでもいいし。それか DJ にしよう。 DJ ね、いろはさんしかいないんです。 DJ 使ったことないもん。 DJ はいろはさんしかいないんだ。 DJはつまんないんで使いません。つまんないことないよ。つまんないんで使いません。それなりに難しいよ。ゆずるさんがちょっとね DJ の楽しさをこう布教するのが足りない。あ、それそういうのは苦手ですね。もっと楽しそうにしてよ。楽しそうに使ってよ。楽しそうに真剣に寄ってるからそういう顔なだけでしょ。楽しそうに負けたら楽しそうじゃん。楽しそうな動きしてよ。ほんと動きやろ。動きはだって藤本くんとか寒くないだって。魅力的なキャラだな。だから藤本さんのとかを見てたら藤本さんはもうあまりに徹底してるから逆にすがしがしい。使う気になんないでしょあれ。あんなでしょ。じゃあ何、伊藤さんみたいに何やもっと前に歩いた方がいい。そう。いやでもあれを見ると、いやでもだからさ、あれを見ると、あんな真似できないなってなって使う気になんないし、そう、そう。いや俺一番パクりやすいと思うんだけどね。一般人の動きをしている、うん、そう、一般人の頂点みたいなところだから 大事ですよね。全然神にはなれないから俺も。僕もそういうのダルシム使ってる時そういうの目指してた。一般人ができる攻略みたいな。そう博士さんみたいなのはちょっと無理だから。いや本当ならもうホンダとかだったらもうそれできれたら、ね、全然なんですよ。システムだもんね。そうシステムなんで打っちゃって、あ出ない出ない。さあ DJ、 え、いや俺これですよ。俺は8立てなんで、はい、エキシビジョン、まあ、ホーク超ビビりながらやりましたけど、ちょっとね、ちょっと若干ホーク、しゃがみチューパン の謎判定に当たったもんね、ジャック。俺初めてだ、狙ってないからね。さあ、いやホークだって焼き鳥さんにフォックスで負けて以来の対戦なんで。いやなんかだからちゃんと負けそうになったら焼き鳥って言っておきましたよ。ああ焼き鳥っつって。いやでもね、あれなんですよ、みんな他の、ま、大会で焼き鳥さんに負けたことがある人は優しいんですよ。A4 さんとかも、いやまああれはしょうがないみたいに言うんですよ。普段誰も俺にそんなこと言わないのに、焼き鳥さんの件だけはみんな言ってくれて、藤間くんも負けたことあるんで言ってくれて、まあ人徳じゃないですか。そう人徳ではない。人徳。いやこういう時になんかいつもなんかひどい感じのやつだと、いやいや何を開けてんのみたいなことしか言われない。あれユリッチだったらどうなると思います。いやそれ誰も優しくしてくれないんですよ。ちょっとみたいなこと言って、必死でユリッチだけが必死で、いやあれはきついんだよみたいなことを必死で言い訳してる絵だけですよ。あーまあそう、後に残るのはそうかもしれないですね。これはゆずるさんの人徳ですね、はい、まあ、ギリギリ人徳があったと。あった、まあ、なら良かったですね。僕はでもさすがに、ヘイフェイロン、フェイロンホークはね言い訳聞かないですね。あ、まあそういう意味では僕は勝ててよかったですね。去年焼き鳥さんに、あ、そうだった。そう、決勝で沼さんには負けたけど、ああそっか、2人抜きできるかどうかだったんで、焼き鳥さんにはちゃんと勝って、さすがにね、まあ沼さんにはきついでしょ。キャミーはキャミーホークだから負けないよ。さあ、うん、グッチさんは、うん、奥にいるかもしれないね。何時からやってるんすかって、もうめんどくせえな。いやまあでもね、まあ、DJ はいない、イロハさんしかいないんで、イロハさんに当たる人以外は考えないで大丈夫です。やっぱ増えてほしいんすか。そらそうっすよ。そうなんだ。そらそうっすよ。俺何年一人でやってると思ってるんですか。僕キャミー使ってる時これ以上キャミー増えないでほしいなって思いながらずっとやってた。まあ、俺以外のキャミー、ね、みんなゲーセンから消えた方がいいなと思って。キャミーはまあ値段で行くしかないみたいなとこある。一人でやってる方が気楽だから。それになんか僕より他の人の方が上手いし嫌だな、比較されるの。一人なら比較されないです。まあだって単純にプレイヤーが多ければみんな相手も対策もできるじゃん。そう、嫌だ。そらだから俺だけで俺が好きなようにやってなんだこいつみたいになっ
っているのは、ね、攻略が進まないでしょ。いや、いいでしょ、進まない。キャミーなんかだから攻略ばかは進まないからまだなんとかなるけど、そうっすよっていう話をいつもするじゃん俺なんですよ。でチューブ行ったら別に大して勝てないし、でもあれなんだよね、あの先週だから向こうに行って結局入ってきたのはあの関東のバイソン3人組とかなんで、それはそう遠征に行ったらね普段やれない人とやった方がいいですよね。さすがにね、そう普通にあの意味ないですもんね、あのエンペルドさんとかね、できるじゃんこっちでみたいな。そ う, そ う, そ う, そう、まあゆずるさんと、でもゆずるさんってあんまり来ないから、まあもうあんま来ない、そうそう、日曜は来るよ。そうだからまあエースかバーサスだけあんまいない人だからね。まあ、ヘイも行かないとは思うけど、まあ、やっぱりいない人とやった方がいいよね、はい、現地の人とやった方がいいと思いますですよね、はい。まあ、なんで今日来たかって明日行かないからなんで、まあね、行く意味ないもんね、はい、明日あの、そう、あの応援しに来いってすごい言う人はいるんですけど、いるんすか、あ、か、あれね、草川さんがね、そうそう、いるけど、はい、今日ね、前回は応援しに行ったのに1回戦で負けたんでいや行かないでしょっていう、いやでも明日は応援するチームじゃないしね。そう、それもあるしそれもそうなんだけど、今の賞金結構減ったな。いやだから面白いのが、去年は、草読み合い堂対2回転バイパー、はい、そうですよね。でバイパーさんに2人とも回されて終わる。まあ、読みちゃんはねやってないからしょうがないとして、でそう、そう、まあ、草さんは頑張るべきだったよねみたいな話ですよね。なんですけど今回1回戦、またチュンリーチュンリー対リュウグッズさんとバイパーさんっていう、あ、グッズさんどういうことこれ。さあそれを聞く意味あんの。何のことだろう、全然わからない。何を、今日は別にそんな早く来てないでしょ。いやでも今日あれなんですよ、コソ連勢がいることはいるんで、コソ連してるのを聞いてシカとしてこっち来たんで、そうだから別に言ってもいいんだけど、おお何あれ何あれ、あれ何あんの。え、サマーをジャッキックで潰した。うん、背中で潰したサマーを。背中はまあ弱いんだけど、でもあんな風になるんだね。サマーのあのちょうど弱いところに引っかかったんじゃないの、背中がね。面白いね、あれ正面からでもなんか DJ ジャンプチューパンでね、サマー潰したことあるよ。背中に隙間があったんですね、今あの間の、ね、間の弱いところでね。もう死にそうになったらやってみて。お、うまい。もうどうしようもなくなったら今度あれやってみようどうしようもねーっつったらショーキック出して飛んでみよう。そうそう、ロドットとかい、いやダブルでいい。まあでもダブルはしょうがない、ダブルはしょうがない、ダブルはね裏まで見せてくれって言いながら2ヒットでいきますからね、わざとね。そう、高めで、そう、ダブル様出すまでもないなみたいな気持ちにさせてそうそうそうせいせい。お、台足、あー、し、しではない。行くんかい、行くんかい。昇竜でしたね。行くんかい、ゲージあるのに。あ、そうなんだ、そういう根回しが。そう、瀬尾さんは我々が説得したんで本気を出すなと。いやいや頼むと。そう、なんかそう、バイパーさんに綺麗にはめられてくれと。あ、プレッシャーに負けてみたいな。でも なんであそこが組むことになったんですかね。俺それは聞いてないけど。そう、あ、草さんが行くぞっつって。それは聞いたことあるかもなしょうがない、なし崩しじゃないですか。それもこれはチームワークの悪さを狙うしかない我々。まあそうですね、そう、
チームワークでいうと分かんない、まあ、メチですよね、多分初めて組んだはず。お、なんか一応チュンリー業界自体は、はい、2人ぐらいいない状態なら非常に仲はいい感じだというふうに言っていました。ど、ね、2人どの2人かはね分かりませんけどね。あーっと踏まない、踏まないですね。飛ぶ、飛んで逃げて、昇竜置いてる、何のことですかね。魔王界は仲いいんですね。まあ、魔王界って言っても結局あの魔王さんがいじられるか草さんがいじられるかそれだけなんで、まあ、雰囲気はそういう。あれ、エホさんはいじられないんですか、ね、エホさんあんま、まあ、俺は2人ともいじりますけど、まあ、ユーズルさんはね、エホさんに当たり強いから、はい、そう、それはしょうがないですそれはもうあのめ10年の付き合いですね。もう始めたのほぼ一緒なんでお、ジャンプ、ジャンプ、あれ強キック、強キックじゃないの、ジャンプ小キック使っていくスタイルマン。ユズさん僕にも当たり強いからね。いやいや、だってピンさんも長いでしょ。いやいや、私千葉の大会毎回行ってたじゃないですか、はい、そうでございます。あの辺からで、あの辺からやっと、はい、まあまあ動けるようになってきたんですか。そういうこともあるんですね。あの辺じゃない、まあ大会出慣れるみたいなのありますよね。そうそう、ああいうこう気軽な大会に出ていただいて、そうそう、離れみたいなね、そうそう、ありますよね。フレンドリーな大会でまず慣れた方がいいと思いますね。そう、去年、そう去年草はそう出て思ったんだけど、みんな動きが硬くて、いや、そうですよ、そう、みんな動き硬くない、ね、とか思って、もう人数多い高い大会なんかみんなそうだから。いや、でもほら、もっとほらなんか5オンとか3オンで行って、うん、なんかあ、これもう全然上級者ばっかりじゃん、勝てねえじゃんみたいな相手とやると、うん、結構向こうもいい動きするじゃん。あ、そう、え、動きいい、上手い人って大会でいい動きするじゃん、まあね、てか大会で慣れてね、そう、そう、そういうのを結構感じてたから、エクサーはなんか逆に新鮮。そうね、そう、結構なんかやっぱでも決勝トーナメントになるまでは結構みんなガチガチなまんまで、そこから8チームまで絞ってからやっとなんか気合い入ってくるみたいな、安心感もあるしね。そう、とりあえず残れたなみたいな、うん、そこからあの緊張感は取れて、気が抜けるのか気が引き締まるのかのさ抜ける人はそんなにいないんじゃない、決勝トーナメント行って。いや、そう、いや俺抜けるときはもう完全に抜けるから全然ダメ。あれですか、なんかあの A ブロックとかで出て先に上がっちゃって BCD 街長いなみたいになったらもうダメってこと。うん、そうそう、あ、それはあるかもしれないです。もう1回抜けたら戻んないから、 でっかい大会あるある、待ち時間の長さ、そう、あれ難しいですよね。だって昼からやって夜まではね、で普通に動くのはすげえなっていつも思うけどね。多分もうあれですね、スーパーサイヤ人になったままみたいな感じじゃないとダメなんですよね。そういうこと、そう常にそれだって難しくない、常にある程度動けるようにしとくみたいな。もうだって筋トレとかしないとダメなんじゃん。うわ、なんか大パンが使った、大パンで前に軸をずらした、ずらしたわけではないんだろうけどずれた。あれ割と起きるんですよね、あの DJM にタッチシューパンであれなったことなりますよね、うん、多分中キックでもなりそう。えバルログの下大パンチでああいうのやりたい、できるでしょね、昇竜拳とか透かしたい。あ、吉尾さんだったの、下がったの、あ、ダッシュカラーね。吉尾さんのパートナーが下がったでしょ。うん、明日ムナリさんいたらサガットキャミーで組むっていうの熱い、空いてるって本当に、じゃあ組もうかな、君、あ、出る、まあ来て、じゃあ来たらそうするいや、それはムナーリさんの自由意志に委ねる。あれ、長州さん明日エントリーしてたっけ、出ない当日。でもなんか長州さん最近結構当日エントリーするの多いよね、大会ね。明日決めましょうそう、あ、そういうのもあると。再びケンネカリ、ただ、ケンネカリで今日この間上がりましたもんね。
あ、なるほどね。あそう明日でも当日で当日にエントリーして当日組みたいなっていうのはそういうことですか。まあね、そう当日のワクワク感みたいな大事にしたいってことですから、うん、まあいつもの大会もそういうのはありますからね、うん、大パン、いや大パン大パン大アパカ、おワールドだとあんまり聞かないかな、ね、あの DS とかそれまでのはいっぱいいますけど、マヤコンサガットがね強かったんですよ。いやあの人誰使ってもやばいからね。そういやさすがにサガットだからマヤコンさんができる動きないでしょみたいな、だってサガットだよみたいな、もう自由度に限界があるでしょこんなキャラと思って、いやあのね関西勢の人と話すとって思ったんですけど、うん、まあ、見たらあこれマヤコンみたいな、そうわかる、そうだってずっと昔にまだあの通じさんが全然バリバリやってる頃にめっちゃ頼み込んでマヤコンエッサがとやってくれと通じバイソンでお願いして多分50だか100やってこれはエッサがだっていうことになったらしいんで、ね、そういやマヤコンさんあんま球打つほらイメージないから、そうそう球うでもうまかったんですよ球がみたいです、そうびっくりした、なんかもうだやばいみたいです、そう内容よく忘れたけど、いやでもすごいですよ連続技もなんかちょっとすごかったし、まあ、エサが意外といろいろ入るもんね、 S というか X だったんですけど、その時はいやあのなんだっけ角さんのガイ、角さんと一緒に行ったんですけど、はい、角さんのガイルがピヨったら普通こう大中アパカじゃないですか、うん、確か中大アパカだったんですよ、おーそうでどうか僕その時見た時は大大アパカかなと思ったけど、うん、まあ、多分中大アパカです、中キック、そう立ちジャンプ中キック大パンチアパカだった、絵面がちょっとね面白かった、そうなの、そうちょっとすごくないですかマヤコンっぽさ、あ何気ない連続技でアピールしていくマヤコンっぽさ、大パンのが減るのかな、いや何なんでしょうね、マヤコンさんがやってるってことはもしかしたらただ難しいだけかもしれないし、意外とその減るとか減らないでやる人じゃないでしょマヤコンさんって、まあね、そう自分が楽しいかどうかで結構そうです、ね、動き決める派だから、うん、はい、そうそう、あそうなんかね絵面がねすごいんですよ、なんかだあの中大って大の後のアパカがなんかねかするんですよあすごいなんか変な当たり方して絵面が楽しい、当たるっていう感じの当たり方する、それってでももう一回拾える感じではない、いやではないですね、あそうなの、まあ、でもほらアパカってどこで当たっても変わんないから多分そういう感じなんですよね、うーんシャマサマーとか昇竜みたいに当たる位置で変わるんだったらさすがにやんないんだろうけど、はいはい、えアパカ大でしょ、いやいや中ですよ、中中中中中、まあ、一応根元の方が減るけどね、まあでも正面からだよね、うん、そう正面からダイアパカはねジャンプから直接じゃないとダメでしょかな、うん、多分ダルバソーぐらいから入るの、入るんですか根元から、入るんじゃない、小足ですよねやっぱり、でもね中ですよね、だからまあ中攻撃とかではないと思うんで、まあ絵面的にも面白いし中ダイアパカか、うん、今度ね試してほしいですね皆さん、多分高めでそれこそ当てないとダメだと思いますよ、まあギリギリ高めっていうのはまあね正面の逆に難しいもんな、まあ、マヤコン下がってうまかった話、もう大体どこのキャラで一番強い使いって誰かなって関西の人に聞くと大体マヨコンさんなんですよ、あのザンギとかでもグンデさんよりマヨコンさんのこと言うとかみんな言うんうまかった、うん、いやうまかった、なんか 何使わしてもそういう話になるほとんど、川松さんが感動してましたからね、なんか川松さんが全く触れないみたいな話、やばいんだよっつって小キックなんだよなんかそれは聞いたことあります、ローキックなんだよっつって、はい、みたいですよね、龍がやることないんだよみたいですよね、そう全部ダブルアリで避けてくる、で足払い戦ができないんです、うん、やばいあれ溢れてるらしいですね、感動してました、ね、
鈴木さんがそういう動きをやろうとしてますよね、関東だと。あそう、うん、鈴木さんとか、焼き鳥ザンギとかはそんな感じですね。そういうのを多分聞いて、そうなんだマヤコン大好きですからね、2人とも。あ多分そっか、ああいう系の人2人とも好きでしょう。そうですね。明日はやっぱり、チュンリーチュンリーですか。いや、そこは応援したくないんで。いや、でも、はい、優勝。いや、どうかな。オッズですよ、オッズ。これ、これトトカルチョをやるとしたらですよ。トトカルチョ、ユーズルさんに100万円渡されて、これ優勝チーム当てたら100万円あげましょう、外れたら1000円払ってくださいって言ってしたらですよ。いやでもね、わかんないんだよね。でもそこ、俺そこだとは思ってない。本当に、うん、なぜなら草さんが弱いから。当たり強いな、魔王界。これか、魔王界の。いやいや、マジで魔王界の当たりの強さ、これ。いや、だからまあ、この間、先週だから、まあ、シャトルでいろいろあって、はい、まあ、まあ、草さんもいたけど、ヒデさんもいたんですよ。はい、ヒデさんと、シャトルって5先やんじゃん。あ、やったんですか。あれでヒデ対フタちゃんをやったんですよ。すごい。でそれなんかどうやらヒデが行ったんじゃないかみたいな、見てないんだけど、はい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 、ぽいんで、それ聞いたときにあれ草さんとヒデ入れ勝ったかなみたいな、ちょっと思ったんですけど、王者やるな、ちょっと、うん、王者やるなと思ったら、昨日の式で草さんがヒデさんに勝ったんで、そうですね、まあちょっと分かんないなみたいな。まあ、チュンリー同キャラって分かんないですよね。でもなんかね、草さんは結構チュンリー同キャラ得意みたいですよ。苦手にしない？本当になんか割と勝てるっぽいけど。いや、すげえ苦手にしてるイメージ。そうなんだ。チュンリーさんにはみんな勝てないらしいですけど。そう、まあそりゃそうです。そうなんだ。チュンリー同キャラって気候打ったら飛んで、なんか適当にやればいいんじゃないのっていつも思うんだけど。いや、分かんないです。我々の浅い考えではやっぱり、使ってない人たちの浅い考え。あ、いるなら OK っつってる。いじられてる、ゆうすけが。なんか A4 さんもなんか本名言っていい人みたいになってきてる空調、かわいそうですね。なんかあれはもうだから諦めてるんじゃないですか。それはだから完全に小高のせいでしょ。あ、まあね、小高さんが俺は1回も言ってないからね。いや、僕もマイクでは言わないようにしてますよ。1回も言ってないから、ね、本人嫌がるし。去年ぐらいまでは抵抗してたけど、今年あたりは抵抗してない。まあでもとどめさせたのは俺なのかな。いや知らないけど。いや俺はそのもつ鍋屋の名前にしたつもりだったんで。インターネットで配信したってことね。そう、まあ、そうあれはだからやっぱ小高さんね、マイク持たせるとね、こう結構人の本名を言っちゃうから。そうですよね。そう、 あれだけ危ない。たまに言うけどね。そう、あれだけがね危ないんですよね。あ、お、瀬尾さん、そう、なんかあの昨日話したら健康のために自転車でニュートンに行くことにしましたっつって、30分ぐらいで着くんでっつって。おお、そう、やっぱりひそかな自転車ブームですね。そう言ってました。バーサスも今度自転車で行くって。あの人もでも中野なんでしょ。そうですよ、まあ、40分ぐらいで着くんで。バーサスも、うん、そう。あ、そんなもんなんだ。そうです、ちょっとアップダウンが激しいんですけど。あ、いい運動になりますよっつって。やっぱゲーム体力っすから。そう、なるほどね。うーんっていうか、なんか別にこれは なんで聞いてきたのか分かんないよ、ね、分かんないです。今この配信を聞いてるのかもしれない。いや、聞いてないでしょ。本当にだって今ランブルにいるから。草さん見てる？見てないね。うん、あ、いや、ランブルでコソレンなんで。出た、コソレンといえばランブル。そう、みんないるんですよ。みんな？みんな、へー、みんないる上に、みんないる。ムーさんとかってこと？ムーさんはいない。あ、そう、そう、1セットしか借りられないのにみんないんの。1セットしかないのにタマさんと博士と
その他いっぱい10人ぐらいいるっつって、タマちゃんと博士はいいだろう。さらになんでか分かんないけど、あの先週あの葬式やった方がいるんですよ。あ、来てるんですか。なぜかなんですかね、仕事休みとかなんか長期で休み取ったとかなんですかね。なん分かんないね。応援とりあえず、いや応援は来ないです。あ、そう応援は全員来ないって言ってるんでまあそれが魔王界なりの応援なんでしょうね。そうですね、応援に来ないっていうのが。そうそうそう、いやフォークぐらい倒せよみたいな感じです。うまい、今のスパコン良かったですね。ね、まあ出し毒アパカ出したくなるけどしっかり冷静。デイヒーとグッチさんやってたよねって何を。デイヒーは俺倒したからやってないんだよな。やってないですね。さあ、いやでも今グッチさんはフォークで楽しそうにやってるので、あの心配しなくていいと思います。いやでもそのさっきあの大会で硬くなるとか言ってたけど、まあ、グッチさんが一番そういう意味ではないよね。すごいと思いますね、うん、やっぱりエンジョイという心が。そう、なんか俺死んなかったけど、あの第5次3回やるっていうのを、あ、やるやる、普通に俺やられたんで。そう、あの負けた後に言われたけど、やっぱりやってたよって誰か言ってましたね。そう、まあ、やっぱり心の隙間が大きい、うん、しかもだってあれ去年なんか決勝で酔っ払ってたでしょそうなんだ、うん、普通に飲んでたらしいですけどやっぱりね、いやなんかたまたまここまで来ちゃったんでみたいな感じで喋ってた、まあね、度量がやっぱ違いますね。そうですね、器がでかい、うん、まあ、そういうのも大会ではかなり必要、はい、重要。うわやばい、僕はもうなんか勝てると思ってやってないんでねいやいや負けるつもりでやってるから気楽です。やってください、気楽ですよ。まあ運が良ければ勝てるかなみたいな。色気出さない。お、だいだい、ちょっとほら勝てると思ってやって実際勝てそうになると色気出ちゃうじゃないですか。出ないでしょ。いやいや、こうなんか早く勝ちたいみたいな、いけるかなみたいな、この心の隙間生まれがちじゃないですか。やっぱそう、やっぱ負け基本でやってるとそういうのないですあ、きつい。あー出ない、珍しく。あんなに普段ダブラリあんなにミスらないのになぜしかも何で暴れて引っかかったかもよくわかんない。ダブラリを出さないようにしたら当たった。あれは山手は動いてんの、もうさすがに。え、どういうこと。いや7時か8時ぐらいに人身があったっていうのを聞いて。そうなんですか、うん、動いてるでしょさすがに、うん、さあ、博士さんと生島さんはやってるんですね。まあそれで真帆ちゃんだと呼ばれたのかなと思ったんだけど、なんだろうね、わかんない、事情は聞いてないですけどね、まだ。まあでも明日は来ないです。で今日もここ誘ったけどなんか来ないんで、まあやっぱなんか別で予定があるんじゃないですか。でもあれですよね、ランブルってこう初心者っていうか初中級者みたいな人も集まるわけじゃないですか。うん、きついですよね、博士さん玉島さんいたら、うん、ゲーム嫌いになっちゃいますよ僕だったら。うん、だからその辺のダメージを受けない人たちが残ってる。すげえなー、俺無理だわ、うん、ある程度ステップアップしていかないと楽しくないし。ねね。で僕ダルシム練習し始めた時も言われましたよ、倉橋さんに。なんていきなりホンダ戦とかチュンリー戦は難しいからやめよう、流戦とガイル戦やろう、まずは。そうですね、有利なところちゃんとやろう。そうそうそう、それはでももう完全にちゃんと勝ちに行く場合のやり方、メインでやる場合のやり方だから、 P さん的には別にそれはいいやっていうのはある。いやでも言われて確かにそうだなとは思います。まあそう、いきなり難しいとかやってもね。それはもちろん
すが、まあ、倉橋さんも才能で勝負するタイプではないから、うん、分かってますよね、うん、そういう一般人の心の気持ち、ちゃんと勝負どころ完璧な人だから、これここら辺才能でやってる人だとなんかなんとなくできちゃうんですけどね、はい、誰も聞いてないと思って好き放題、明日強い人残ってるといいな、誰だろうね、誰だろうな、僕2on 2だったらゆずる先生が一番いいんだけど、ね、出れないからな、ゆずる先生、そうなんですよそう、俺出れないんですよ、ゆずるさんと勝てばゆずるさんだけ全部買ってくれるから俺の勝ちだなみたいな、出れないんですよ、そう組むと大体ちゃんと全部勝ってくれるからなんかエクサがどうしようかとか思った、あれ出れねえじゃんみたいなそうですね、のは一応あります、優勝してしまった悲しさ、たまたまね、お早い、もう優勝の画像が上がっている、あーでもちょっとブレてるやべえ俺納得いかない写真写りにいやまあ別にこういうのは変な顔して写るようにしてるんでいいんですけど、はいはい、いや変な顔して写れば逆に匿名性は保たれるみたいな、そうかな、その匿名性が保たれるほど変な、悪あがきは一応するようにしてるんですけど、おエクリプスが自転車で来た、エクリプス現る、草さんが心配してましたよ、草さんと一緒に池袋まで、あーやってたんですね、瀬尾さんも行ってたんだ、だから誰、あ、来るんだ、真央さん応援に来るって、いやそういうこまめな立ち回りがやっぱりバルログ使いには要求されてますよそうなの、そう、あのバルログ使いはね人徳稼いでいかないと多分 ゲーム界では生き残っていけないはずですよ、なんかちょっと気難しいとか、まあ、なんか喋りなんかがちょっとあれとか、じゃあ多分もうねダメなんですよ、そうだね、なんか貢献度とか、はいはい、気さくさとか、あキャラの良さみたいなので売っていかないともう無理です、そうですね、そう、いやあれだって先週はだからその東西戦の後にイベントをやったけど、あのみんな超本気でぶったたいてたから、ね、いやだからああいうのが、いやああいうの本当に真央さん上手、あれやばい、上手だなっていうか、びっくりする、すごいですよね、うん、いや分かってるっていうか、シャルさんが一番やばかったわ見てないけど、あれ見た方がいい、滋賀県さんがなんか喪服着てたの最高に面白い、あれ面白いです、そういやさすがだな、いや確かに葬式って言われたら、そうそう、それは確かに確かに、ちゃんと礼服着て、あの喋るやつ香典持って数珠も持ってたんで、そういや、まあ、確かに社会人としてはそうだね、誰かの葬式に行くっつってあの格好しないのはおかしいですよね、そうなんです、うん、冷静になればそうだった、しかも滋賀県さん実は東西シャトル東西線あれが初ですから、一回も行ってないのにちゃんとああいうのをやってくる、なんか最近エンパラとかあっちばっかり行ってたんで、シャトルは久々だったらしいですけど、さすが関西の人、まあいいところにいますからね、間に間でもないか、どっちも遠いよねでも、まあ、まあ滋賀県はまあ割と遠いっす、え京都と三重の間、ちょっとね申し訳ないですよ、俺も分かんない、分からない、もう三重と滋賀ら辺はね分かんない、さすがにあっちまでは車で行かないからね、読み合い堂さんが琵琶湖にいるのは知ってるんだけど、読み合い堂さんは今日シャトルに行って盛大にスカってます、そうなんだ、なんかまあシャトルは東西線が金曜のせいで、はい、土曜はオフらしいんですよ何そういうの確かめないであの人行くの、実はいやまあ今日は伊藤さんとやるっていうなってたからそうなんだ、いいだけど普段俺も聞いたんだけど、いやこれからは何曜日がいいんですかって聞いたら決まってないと、うん、とりあえず土曜はやめた方がいいみたいな感じだったんですよ、へえ、だから金日はでもやるって、そうなんだ、
金日をやるっていう風に今まではなってたらしい。なるほどね。今日はこれからはどうなんだろうね。でも今日いないんじゃとりあえず日曜なんですかね。そうかも。あとはそう言っておかないと土曜はいないかもしれない。なるほどね。いやまあ、闇合い堂さんね、誰もいなくなったミクシーを一人で使ってる男ですから、ね、最後の選手あれだってでもツイッター連動でしょ。いやでもミクシーで楽しくチェックインとかしてますから、ね、ニュースをチェック、はいはい、読み合い僕のツイッター闇合い堂さんのアクティビティだけで埋まってますからね。ヨミちゃんしか使ってないこのサービスって。そうそうそう、ちゃんとオフ会の感じやってますからね。そうそうそう、偉いんです。ちゃんとウルツーのレバー2個とかちゃんと買ってやってるから。1個1万円するでしょだって。あれ1万6000円。そんなするの。そう、2税だから。あ、結構そんなにしましたっけ。なんかね、スイッチの高い。なんか前ね、PS のラップ買った時そんなにしなかったと思うけど、プレス2のは8000ぐらいだった ね。1万円しなかった。でも多分安くても今1万ぐらいかな、プレス3とか4のは。まあライセンス料とかもかかるようになっちゃったからだろうけど。そうそうそう。でマットキャストとかになったら1万、ね、2万弱でしょみんな。そうですね。そうそうね、ちょっと悪くたってなかなか書き換えるじゃねえや、買い替えれないですよね、うん、そう。俺だって360のやつ、ビューリックスコンだから、あれ定価3万だもん。響くやつ、ドラムね、太鼓。そう、太鼓でしょ、中がめっちゃ空洞だから 5キロぐらい、めちゃくちゃ響くやつ。そう、超うるさい。吉尾さん、こうコントローラー今の買うなら何がいいですか。ラップの新しいの結構おすすめよ。ラップ買い TE TE、 いやいや、普通のいやだけど今のって何て言うの。新しいの出たんですか。いい手頃、いいらしい。それは PS4 3。あ、4でしょ。4なんかでも3と4って使えるんじゃなかったっけ。だいたいいける。そう、なんか別に3の持ってたら4はいらないみたいな。なるほどね。まあ4は持ってないですけどね。道具は大事。ハットキャッツちゃんがね、あれなんだっけ、MOV さんがなんかライセンスされてるところ、レイザーじゃなくて、そうそうそう、あれいいって言ってた MOV さんが。おお、え、何が、マツキャッツは何、どうなったの。で、マツキャッツも ないから。ないの。倒産したから。嘘。そうだよ、突然倒産した。え、じゃああれはビーストさんは今どうなってる。ビーストはツイッチでしょ。ツイッチとれ、あ、そうか、サイゲームスもだった、そうだった。あ、そうなんだ。そうそう、あ、そうなんだ、知らなかった。マットキャッツの次に最初は、多分ツイッチだったと思うけど、あ、レッドブルか、レッドブルが一緒にダブルツイッチが入ってるから獣道とかやるようになったんだね。そうそう、あ、そうなんだ。時戸さんもツイッチでしょ。時戸さん、時戸さんツイッチじゃないんだっけ。そっか、もうなんかね、乱立しすぎてわからない、うん、しかもだってほぼ海外でしょ。そう、 J1 と J2 みたいな。それすげえスポンサー増える。それとは違うじゃん。マジでめちゃくちゃスポンサーいつの間にかこんな増えてんのっていうぐらいいる。いやだってそれが本来の e スポーツでしょ。なんかそう、プロチームみたいなのもめちゃくちゃなんかいるし、そう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 、なんか今日からなんかすごいツイッター見てると、今日からチームなんとかでプロスポーツとしてライセンスされることになりました、よろしくお願いしますみたいな、スト5の若者のつぶやきめちゃくちゃ見るもん。そう、何が何だか分かんない。ファイブか。まあ DJ いないからね。いや別にそれがやらない理由ではないけど。DJ ってストツ以外にいる。いても使うかわかんない。ストツ以外にいる DJ。ゼロ。フォーはいるよ。ウルフォーはだって北千住さんとなんかいたでしょ。フォーいた、フォーいた、あのジャガイ、あのあれ、介護しか出てこなくなっちゃった言葉が、あの人が使ってた。
え、だ北千住 DJ じゃないの。あ、そうそう、そういうのもいたし、あのまだいるの、あれ、あれが、なんでジャガイモしか出てこなくなったのかわからないけど、うん、あの蕎麦屋の息子が言ってた。さあ、あと3分で終わり。3分です。 DJ ね、いないからね。いや、そんなん言ったら、あのプライズとかにもほぼ確実にいないから。雰囲気いないから、いるわけないじゃん、だって。まあいないよ。漫画でもすぐ恐竜に食われて死んでたしな。何の漫画？ストリートファイター V っていう、なんかボンボンかなんかでやってた漫画で恐竜に食われて死んだ。食われんのかよ、しかも。観光ガイドですみたいなこと言ってた。恐竜に食われて死んだ。さあ、じゃあもうだってキャラ設定ない、薄すぎるから ね一番薄いでしょ。じゃあだってなんかただのミュージアンです。明日なんかあのあれ配信、明日南浦はビッグワンの配信が、アカウントがね、スイッチのアカウントがあるので、そちらで配信すると思います。はい、ビッグワンですね。はい、じゃあ見てね。はい、草さんが優勝するところをみんなで見よう。見よう。はい、僕は見るか分かりません。はい、じゃあお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、2分残ってるけど、はい、お疲れ様です。